廊下の先を節が歩いてる。声をかけておこう。君は、誰だったかな？さっきの説の反応、こちらのことをまるで覚えてないようだった。で、グノシアが混じってるっつっても、これからどうすりゃいいのよ。このまま結論が出ないようですと、汚染の拡大を防ぐため、当選は自戒することになります。そりゃたまらんな。どうにかせんといかんぞ。いつものループなら、説が投票を提案して話し合いをまとめてくれるのだが、やれやれ。愚臭極まれりだね。じゃあこうしようか。全員の脳を。説、お前は軍人でしょ？適切な対処をしなさい。いきなりそんなこと言われても。だけど、例えばそうだね。閉鎖環境におけるグノーシャ汚染の対策として、ようやく話し合って投票という流れに落ち着いた。説の様子は気になるが、始まった。俺は、忘れられている。とりあえず進めるか。役職留守番名乗り出ろ。説だ。コメットだ。疑う乙女。普通に進行しているが、ラキをガン無視で草。ラキオはいいやつだけど、いいやつって気づいてる、分かってあげてんのはレムなんだっけ。言ってくれないな、名乗り出ろ。今名乗り出ろ言ってくれないと。来た。エンジニアスルー。ラキオエンジニアを確定した。まあまあいいんじゃない。これでラキオが、まあグノーシアだとする、だとするいいよね。で、ラキオが調べたやつじゃないやつを俺が調べて消えちゃう。で、一人襲われて死んじゃう。なのにラキオは他の人の報告あげる。これだ。いいね、いいね、いいよ。今条件が、やっととりあえずの条件が揃ったよ。誰に入れようかな。ラキオ以外だったら、まあとりあえずいっか。弱そうなやつに入れよう。ジナとかに入れよう。乙女、まあいいでしょう。いやー、でもこれで乙女がバグだったら終わりかっていうのが出てくるのか。今度はやはり確かめておくべきだろう。廊下で切に話しかけた。あ、ヒッピーだったね。私に何か用かな。自分のことを本当に覚えていないのか、以前のループのことも覚えていないのかと聞いてみた。ヒッピーはこの船に避難してきた被災者だろ。当然それ以上のことは知らないが、うん、ループをしていない説ってことね。そうね。それにループというのは何？残念だけど私にはわからないな。説は何も知らないようだ。どういうことだろう。悪いが私はもう行くよ。グノーシア汚染の対策を考えておきたいんだ。随分と興味深いことを話してるじゃないか。ラッキーよ、セツとの会話を盗み聞きしていたのだろうか。人聞きの悪いことを言わないでもらおうか。まあいい、ついてきなよ。知りたいんだろ。ループね。察するに君これを持ってるんじゃない？ラキオがまだ鍵を持ってる時、鍵だ。一応言っとくけど、僕はループなんてしてないよ。僕の銀の鍵は不活性状態だからね。さてと、それじゃあ君のも出してみなよ。出そう。ラキオに言われるまま鍵を出した。やはり思った通りだ。まさか生きた研究対象に会えるとはね。全く僕と来たら幸運にまで恵まれてるんだな。さてどうしようかな。まずは念のため試しておくとするか。疑うな、恐れるな、そして知れ。
すべては知ることで救われる。やはり反応しないね。間違いなくヒッピーに定着してるんだ。はは、ご愁傷様。ラキューの部屋、くんかくんかするな。疑うな、恐れるな。そして知れ、その言葉は確か最初のループで説から聞いたはずだ。あ、一応君にも説明してあげるよ。疑うなというのは一種のキーワードでね。これを唱えると、銀の鍵が完全に宿主に寄生するのさ。それで君は今銀の鍵が満足するまで情報を集めてるわけだ。鍵の奴隷になるってどんな気分？僕には想像もつかないね。でさ、話しないよ。悩み事があるんだろ。まずは状況説明からだ。簡潔にね。今までの出来事や説のことをラキオに伝えた。ふーん、なるほどね。大体予想はついたけど、やはりそういうことだったんだ。そうだな、今の説が何も覚えてないのは事実だとすると、こう考えられる。説はもともとループなんてしてなかったんじゃない？今までずっと説は自分もループしてるなんて嘘を吐きながら君を騙していたのさ。君を味方に引き入れるためにさ。説がずっと嘘をついていた？でもループしてないってと知り得ない話を知ってたりしたような気するけど、なんてね。母、冗談だよ。まさか本気にしたの？さすがにそれは無理があるだろ。違うよ、真実はもっと単純なものだ。簡単なことだよ。説はまだ鍵を持ってないんだろ。今回の説はループに巻き込まれるより前の唯一の説なのさ。つまりだ、もうじき説はループを始めることになるわけだ。おそらく僕のこの銀の鍵を使って。説はずっとループから逃れたがってたんだろ。今回は説にとって唯一無二の好機かもしれないな。もし今回の説が銀の鍵に寄生されなかったとしたら、説の因果はここで収束する。そもそもループなんてしてなかったことになるだろうね。そして君が説から銀の鍵を受け取ったという事実も消える。ループすることもなくなり、母万々歳ってわけだ。銀の鍵を使わなければ説も自分もループから抜けられる？まあ、あくまで仮定だけど、それなりの妥当性はあるんじゃない？なるほど。ってことは、ここで抜けてもいいのか。抜けてもいいけど、このグノーシアがいる世界で抜けちゃうと不幸になる人も出てくるから、やっぱりみんなで幸せに抜けるためには情報全部集めてから、さっきのデイゼロに行く必要があるのかな。自室にお戻りください。随分話し込んでしまったな。まあいいだろう、僕の考えは一通り伝えたからね。説をループに巻き込むか解放してやるか、は、大体想像はつくけど、あとは好きにするがいいさ。でも説を、メインストーリーが入ってきたせいで、まあ、とりあえず当初の目的を進める方向では動こうかな。ラキを調べる意味はあんまりないか。いっか、バグ狙いでいこう。役職なしを調べよう。バグね、誰だろうね。早めに当てないとな、凍らせられちゃうんだよな。重道。コメットが消えた。重道はグノーシアだった。とりあえず重道グノーシアの、まあ、おそらくラキオグノーシアの潜伏位置のバグ位置。うん、難しい状況だ。重道はグノーシアじゃなかった。おっと、まあそりゃそうだ。仲間を弁護するスタイルできた。絶対に人間だ。いいね、これを待ってた。ということで重道の人間も確定しちゃったね。ストーリーが良すぎて見入ってしまった。分かれば分かるほどこんがらがるという楽しさ。面白いな。いやー、気になるね、続きが。
とりあえずはでもこのバグ矛盾をやってみたい。とりあえずスルー。いや結構これ運要素が多いからな。しげみちが上院確定しちゃったね。まずいよ、早めに見つけないと。もうこれはユリコ疑う、確定させてあげたのに。ってことはユリコは人間かなーって気がするから弁護しよう。ククルシカを疑う。うん、大体まあラキオとシゲミチが疑っていくやつが人間でいいんじゃないかな。うん、その探し方はできるな。どうすっかな。でもそっか、人間の確定してるやつの中に、っていうか、あれか、グノーシアから疑われるやつの中に、結局バグもいるから。まあ、じゃあ弁護した方がいいな。で、重道には入れられないから、ラキオにも、ラキオも生かしにしとかないといけないから、むずいな、適当に入れるしかないんだよな。ジョナス。俺のヘイトはない。ユリコが眠った。大丈夫かな?バグじゃなかったらいいな。ストーリー続くね。ロビーからジナとステラの話し声が聞こえてくる。生計をと経由することになると存じます。アラコシア生計。以前こんな会話を聞いたことがあるような気がする。誰に会いに行くのがいいかな。重道と仲良くした方がいいかな。人間確定の。まあ、ラキオでもいいんだけど。ラキオ仲いいんだ。せつ仲悪いんだ。重道と仲良くしとこう。もうヘイトを買わずに、ひたすら調べるだけだ。そして、ククルシカは疑われてたか?確か。グノーシアに当たると一旦無駄だから。無駄でもないけど。ククルシカ。ククルシカ。S 級が消滅。ククルシカ人間。ヒッピーが、ああ、人間だったね。ありがとう。これは助かるね。凍らせられることはなくなった。凍らせられることはなくなった。一回人間だと家使っちゃうか。しげみ、使っちゃう?使ってみようかな。で、しげみちが嘘に、しげみちの嘘に気づいたらどうなる?これ。どうなっちゃう?どんなことになっちゃうの?使ってみようかな。それはそれで矛盾確定ではないか。でも使ってみよう。見抜けたらいいな、怪しいやつ。言うね。全員言ったか。そっかそっか、ラキオとしげみちはもう確定してるから、人間確定してるから言わなくていいのか。ただこれで嘘つきに気づいて凍らせられると逆にまずくなっちゃったな。ヒッピーが絶対人間、ありがとう。まずいな、絶対人間判定はな。狙われるんだよな、グノーシアに。とりあえず雑談だ。俺が人間って出てきたやつを凍らせたらいいのか。ククルシカ人間のだけか。ククルシカを凍らせられると一番いいな。バグの可能性が一番ゼロだから。弁護弁護。俺は人間ってなってるから、ククルシカ怪しい、行ってみよう。否定、弁護、弁護、どうだろう。
フルシカに入れよう。ひどいことしてるな。割れるね。ジョナスが言った。ジョナスが寝ちゃった。早いとこバグ当てないと。仲良くすんのは、守護天使もね、いるかわかんないからね。誰調べよっかな。シャーミン、シピ。レムナン、そのあたりかな。誰を調べる？シピかな、ステラかな。シピ来たんじゃない？これ来たんじゃない？シピは、うん、二人消えてるから絶対俺のチェックで消えてる。シピは人間でした。バグってことよね。どうなる？片方はバグなんだろ。報告を求める。ククルシカを調べている。あれ、これじゃ無理か。ククルシカは人間だった。あれ、お、発言ができない。あ、怖い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 よ。今までの姫事を見る限り、ヒッピー様様様様様様。おい、ドット A の悪口はそこまでだ。俺の暗黒騎士は発射オーライだからな。なんだ、突然みんなの様子がおかしくなった。現在当選の存在事象に歪みが。美味しい水そうめん。レビまで一体何が起きている？いろいろと計算がいろいろと狂ったんだよね、いろいろと。きっとその結果宇宙キットが壊れたのさ。そう、壊れたんだ。誰の仕業？君、それとも、ゼアミ？なあ、これで全員、おしまいってわけ？はんはん、はんはんはん。はん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 、ふんふんふん、はんはん、はんはん。役割などの確率計算が異常をきたすと、宇宙の秩序が崩壊してしまいます。自分がエンジニア、ドクターの時に別の人物が名乗り出たのに、自分が黙っていると確率以上に陥りやすくなります。強制終了します。この字はもはや取り返しがつかない。やり直すことにしよう。経験値ゼロ。怖かった、怖かったよ。ちょ、見直してみよう。見るのも怖いけど。別に何も書いてはいないんだね。もうめちゃくちゃ怖かったよ。さっさと終了しよう。チャンネル登録よろしくにゃん。